はい、とにかく満腹が重要なので、すると余ったものをどう食べるかってすごい重要ですね。これが昨日おととい作った朝ごはんの残りに鮭ですね。これね、これも残りですね。で卵、まあ大体いつもこれですね。卵を割ってあげて、このところの横に入れてあげて、キャベツも、まあ、こっちを使われてるので、こっちもね。で、蓋をしちゃって、で、塩分の水を入れてあげる。なんかすごいね、この料理もね。でもこうやると、実に、ちょうど卵も召し上がった時が美味しい。何よりも、昔作った料理を食べるのが大事なことですよね。ご飯とかはね、本当に楽ちん、こういうふうに考えるとね。それを一緒ってやってやると、ほらもうこんなですね。これで、OK やなよって感じで、ここにあと鶏のハムとかなんかがね、多くの場合は入りますからね。味噌汁に卵ね、簡単で美味しい朝ごはんです。